レイジャリンジのバカ村です。今エンジンの組み付けをしてて、でこのエンジンテスターの紹介します。これでランチしたら動くんですね。でこの回転を利用してオイルポンプの油圧の作動のチェックをします。オイルポンプ、オイルが入って、でここで押されて、一つのラインがここからエンジンの上に上がります。それでここの中通ってクランクの方に行く道があります。でそれのチェックをしてます。オイルポンプのプレッシャーと、それでこれを回すことによって。このピストンが動いている状態で、今シリンダーのこのベース、下のここのボルトが仮付けなんですけど、このベースを、この動いている状態で締め付けしていく。規定トルクまで締め付けしていくと、まあ、これで精鋭が出て、シリンダーとピストンの通りが出るんじゃないのかなって、走行時の、まあ、このピストンとシリンダーのその100分の何本のちょっとずれとか、そういうのでこう摩擦で熱を持ったりするのもだいぶ防げる、鳴らしがまあ短く済むっていうような、まあ、そういう感じがします。こう一回組んで、一回外して組んで、やっぱりちょっとずれるんですよね、100分の何本で。ただこの通りがずれることによって、熱だれが、やっぱり一番ピストンとシリンダーのこの摩擦熱が一番、まあ一番じゃねえか、爆発熱が一番で、摩擦熱が二番っていう感じなんで、今こんな感じで、シリンダーちょっとまだ動きます。で、今この回転してる状態で、あのシリンダーのベースを締め付けていきます。こんな感じです。エンジンテスターの紹介でした。でここでエンジンを組んだ時に、オイルポンプのチェックとシリンダーピストンの組み上げで、今手締めでだいたい締めてるんですけど、最終的にはこういうトルクレンチでバチッと締めていきます。これでヘッド組んで、ロッカー組んで、プッシュロッド組んで、点火時期調整までして、これでエンジンをそのテスターじゃねえや、このスターターとして使って
回してエンジンをかけてあげる。だからこれがモーターがフリーになるように作ってあるんで、でまあまあ車体に積んで見るのもできるんですけど、まあオイルポンプのチェックと、オイルポンプのチェックがエンジンをかけずにできるっていうのと、まあこのピストンとシリンダーの正が出せる、正な位置、こうちょっとずれちゃったらやっぱ擦れるから、これがこう綺麗な正な位置が出せるっていうのが、まあこれのメリットかなって思うけど、まあそんだけかなって思いますけど、まあこんな感じでエンジン組んでます。はい、エンジンテスターの紹介でした。はい。